運気をさらに下げてしまう。やってはいけないこと。運気が下がっていると気分が落ち込み、いつもと同じように過ごしていても自分らしくいられなかったり、冷静な判断ができなくなってしまうことありますよね。特に運気が下がっている時は自分のことを俯瞰してみることができないので、気をつけないと運気をさらに下げてしまうなどということがあります。今回はさらに運気を下げてしまうやってはいけないことをお伝えしていきます。運気が下がっている時にいつでも確認できるように保存ボタンを押して大切な人にはシェアをしてあげてくださいね。1つ目は無理をして働くこと。運気が下がっている時に無理をして働いてしまうと体調を壊したりしやすくなります。さらに無理を重ねることで仕事やプライベートなどで良くない流れを作ってしまうので、無理をせず自分自身をいたわるように心がけていきましょう。2つ目はネガティブ発言。特に人の悪口を言うこと。運気を下げる原因の一つにネガティブな発言というものがあります。特に人の悪口を言うと結果として自分自身の評価を下げてしまうことになりかねないので注意しましょう。3つ目は自分にダメ出しをすること。運気が下がってしまうと自分に自信が持てなくなりダメ出しをしたくなります。そうすることで自分自身が制限されてしまったり行動できなくなるという運気を下げる流れにつながりますので、自分をダメ出しするような自己否定はしないようにしていきましょう。運気を上げるのも下げるのも自分次第です。運気が下がっているとマイナスの部分ないことに目が行ってしまうんですが、そんな時は無理をせず休む時はしっかりと休み、自分自身をいたわって物事のプラスの部分あるというところに目を向けて過ごしていきましょう。下がっている運気をこれ以上下げないように気をつけて運気上げ上げでいきましょう。